行方不明になっているのは、埼玉県川口市の会社員の男性です。男性が出した登山届などによりますと、男性は9日に日帰りで下山する予定で、奥穂高岳に1人で入山したということです。9日の夕方になっても男性が戻らず、連絡も取れないことから、男性の家族が警察に通報しました。警察によりますと、男性が入山したとみられるのは、 登山道はあるものの崖が多い上級者向けのルートだということです警察は10日朝から山岳警備隊と航空隊による捜索を行いましたが発見できておらず11日も天候の様子を見ながら捜索する予定です